史跡小牧山の山頂ではこれまでの発掘調査の成果をもとに織田信長が築いた石垣などの復元整備を令和3年度から7年度までの予定で進めており、現在は歴史館南西側を整備しています。小牧市ではこの小牧山城の石垣復元をより多くの皆様に知っていただくため、復元する石垣の裏に使用する裏ごめ石に皆様の名前やメッセージを記す機会を設けます。開催日は令和6年1月13日土曜日で、小牧山城史跡情報館歴史る小牧で行います。詳しくは小牧市ホームページをご覧ください。またこの整備工事に伴い山頂周辺で一部立ち入り規制やそれに伴う迂回路を設けておりますので、注意してお越しください。